剣を実行するもことごとく失敗。閉じ込めておくことしかできなかった地下10階地獄牢の住人。今回のデビルリバースは最強の挑戦者をどう料理するの？優勝なんてできるわけねえんだよ。あの化け物に勝てるわけがねえんだからな。おい、ケンシロウ！囚人闘技ってのは要は囚人の公開処刑なんだよ。どんなに勝ち残っても最後はあいつの餌になって終わりだ。
まさかデビルリバースを倒すとはね。あなた本当に強いのね。町の指導者には会えるのか。安心して、今からここに来るわ。それにしても歓声がうるさくて仕方ないわ。みんなデビルリバースの連勝にかけてたんだけど、不思議なものね。今回の賭けは私の一人勝ちだったようですね。ええ、あなただけよ、ケンシロウに賭けていたのは。
お酒でもおごってもらわなきゃやってられないわね。考えておきます。また会えましたね、ケンシロウさん。お前は？私はこの町、エデンの統治を任されているキサナと申します。お前がエデンの？優勝おめでとうございます。エデンの王さんが優勝した者の望みを聞く、それがこの囚人討議の定めとなっています。それではあなたに問います。あなたはこのエデンで何を望みますか？俺はこのエデンにいるユリアという女に会いたい。それだけだ。わかりました、ケンシロウさん。あなたにこの町での自由を与えます。おい貴様、正気か？お前も見てただろ、あんなわけのわからねえ剣法を使う人間なんだぞ。ジャグル、ケンシロウさんは勝ったの。勝った人間の望みをエデンの長が聞く、それが囚人討議の決まり事のはずよ。それはいいですね、ジャグル。感謝する。ケンシロウさん、今日からあなたはエデンの住人です。あなたの望みがこの町で叶うことを願っていますよ。おい、てめえ、貴様の許しをもらおうとなんだろうと、俺はてめえのことを絶対に信用しねえからな。この町で自由に過ごすことも許さねえ。変なことしねえか、ずっとそばで監視してやる。いいか、少しでもおかしな素振り見せたら、その瞬間にお前をぶっ殺してやるからな。そうだ、ジャグレ、ケンシロウさんにエデンを案内してあげてください。ちょっと待て、なんで俺なんだよ。